おはようございます。黒バラ軍団の幸太郎です。本日のターゲットホールはニコニコ寝屋川店スロット館さんです。入場抽選の結果、約60人くらい並びなのか、僕の番号は45番でした。朝一の立ち回りなんですけども、前日の下見の結果、北斗の拳転生の章に挙動の言い台が多く、おそらく前代系だったんじゃないかなと思うのと、ジャグラーシリーズがかなり良さげな台が多くあったので、強い印象を受けました。塊狙いで朝一から動いていくっていうのは、初見のホールさんということもあるので、かなり難しいんじゃないかなと思いますので、まずはしっかりとリセット状況の把握からしていきたいと思います。前回負けておりますので、連敗は避けれるようにしっかり立ち回って勝利もぎ取りに行きたいと思います。それでは実践よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。あ、絆の島、絆、結構みんな絆行きますか。まず出目から見ていきます。変わってないですね、転生。ちょっととりあえずガックンチェックします。これ昨日が初当たり20回で、こっちの台も22回ついてて、その隣の台はちょっと弱いんですけど、その隣も18回と、かなり4台、前台であっても本当おかしくないかなという履歴ですね。チェックします。バックンです。俺とキングを倒した男か。別の台見に行きます。ジャグラーに関しても出目は変わってないので、ちょっと結構ガールズとかも狙ってる人いますね。でこのミラクルなんですけど、昨日28の22で約8000ゲームぐらいですかね、回されていて、結構7500ゲームですね。500カウンター使って粘られてた方いたんで、おそらくいい台だったんじゃないかなと。この台がチェックします。お、回されてる。ガクンしてないですよね。ゴッドイーターガクンチェックします。多分ガクンしましたね。2台目いきます。いやー、これはしてないような。これからも大変だろうけど、これバジリスク2、今2台稼働していて、両方特等芸行ってるんで、朝一すぐ両方2台とも何か引いたっていう可能性もありますけど、多分リセットなんちゃいますかね。あ、前日ビッグ29のレギュラー35で、かなり良かったマイジャグラー、朝一からお客様がもう打たれていて、子役も数えられている方が打ってられるんで、だから前日強かった台だから、あれがガックンしたかどうかわからないんですけども、前日強かった台を据え置く可能性もあるから、多分率先して狙ってるんやと思います。今店内に入って朝一の状況を確認してたんですけれども、リセットの台もあり、据え置きの台もあると。なので、おそらくランダムリセットなんじゃないかなと。で、朝一のお客様の流れとしましては、バジリスク、絆、そして窓マギとも転生ジャグラーシリーズ、メイン機種ところに皆さん集まっていくという感じで、結構見てると高設定意識している人が多いのかなと思うので、リセット狙い、期待値ある台まずは打っていこうとは思うんですけれども、その中で、高設定挙動があったりだとか、いい履歴の台が空いたりした場合は、設定狙いっていうのも視野に入れて動いていこうかなと思います。はい、この北斗の拳転生の章なんですけども、現在ノーボーナス2ゲーム2アベシの台で、この台僕はガックンチェックをしてガックンした台で、この台をリセット狙いという形で打っていきたいと思うんですけども、同時にいい挙動が出るようであれば、そのまま設定狙いとして、様子見ながら打っていこうかなと思います。
123ゲーム123はベスト8点です。バトルに8点ですね。151ゲーム279安倍氏まで回したところで、まあ、もう伝承もないと思うので、まあ、一旦この台はやめて他に移動先探していきたいと思います。まあ、リセットでも据え置きでも狙いのでこの台を天国規定まで打っていきたいと思います。伝承規定なのでここでやめて他に打てる台探していきたいと思います。はい、このゴッドイーターなんですけども、当日ノーボーナス108ゲームでやめられている台で、この台朝一僕がガックンチェックしてガックンしなかった台で、全長ゲーム数なども見てますと、まあ、全長に朝一入ってなかったので、まあ、据え置き濃厚という台で、まあ、前日前々日とノーボーナスで、まあ、3日前まで、遡ってみるとトータルが487ゲームハマっている台なので、まあ、途中でリセットをかけられている可能性もあるんですけども、まあ、それでも打てると思うのでこの台を天井狙いで打っていきたいと思います。はい、このミラクルジャグラーなんですけども、現在当日ノーボーナス17ゲームの台で、この台朝一僕がガックンチェックしてガックンしなかった台です。で、前日が7500回転回っていて、ビッグ28のレギュラー22と、まあ、設定4付近の、数字なんですけど、まあ、そこまでいいわけではないんですけども、ただ一つ気になるのが、下見で閉店直後まで、本当にお客様がずっと子役カウントしながら、打たれていて、まあ、ミラクルジャグラーは設定6だけ、まあ、若干ではありますけども、武道確率が優遇されていると。なので、まあ、おそらく良かったので粘っていたと思うので、まあ、気になる部分もありますので、まあ、今他に打てる台もないですし、この台少し様子見ていこうかなと思います。ジャグラーシリーズに関しては Z
前日、まあ、マイジャグ3とかゴージャグとかニューアイムとかもそうなんですけど、前日強かった台が今日も今のところいい挙動を示しているので、まあ、そういった意味でも、まあ、期待はできるんじゃないかなと、まあ、ただあまり追いすぎるのも怖いかなと。前日がそこまですこぶるいい数値ではないので、まあ、それ以上昨日と合わせて落ちるようであれば、まあ、見切りは考えます。分かりました。46ゲームです。落ちコインでレギュラーボーナスです。ミラクルジャグラーは他のジャグラーシリーズと比べて、まあ、ちょっとスペック違いまして、レギュラー確率が、まあ、設定5、4、6の順に、まあ、高く出現率出やすくなってるんで、まあ、なのでレギュラーがいいからといって高設定というわけではないので、まあ、ビッグ確率を特に重視して判別していきたいと思います。シリー重複ですね。68ゲームです。シリー重複のレギュラーボーナスです。早いですね。9ゲームです。単独のビッグボーナスです。105ゲームです。セリー重複のビッグボーナスです。これでビッグニーのレギュラー2ですね。チェリー重複のビッグ設定1で約1500分の1ぐらいで、設定6は960分の1ぐらいなんで、まあいい挙動の一つですよね。逆回転しました。めちゃめちゃ点滅、めちゃめちゃ綺麗ですけど、いやーびっくりしました。はい、持ちコインでビッグボーナスです。今合算60分の1ぐらいですよね。あ、消灯しました。レバーオンジ消灯ですね。298ゲームです。ボーナス、これでビッグが4回目ですね。今でブドウがちょうど100個目、これで101個なんですけど、まあ、6分の1はギリギリ切ってるかなという感じですね。ラッキーペーカーです。107ゲームですね。単独のレギュラーボーナスです。39ゲームです。ブドウです。単独のレギュラーボーナスです。
251元です。監督のレギュラーボーナスですね。はい、このミラクルジャグラーなんですけども、まあ、今1340ゲームほど回してビッグオンのレギュラーゴート当日で見ても弱いくなってきましたし、まあ、前日と合わせても、おそらく8800回転ぐらいですかね。でビッグ32のレギュラー27と、まあ、下ではないとは思うんですけども上でもないと、まあ、中間と考えるのが妥当かなと思いますので、この台はここでやめて他に打てる台探していきたいと思います。はい、このゴッドイーターなんですけども現在338ゲームでやめられている台なので、この台を300ゲーム台後半のゾーン狙いプラス天井狙いという形で当たるまで打っていきたいと思います。ホール内の現状、まあ、AT、ART 機に関しましては若いお客様の比率がかなり高く、グループでいらっしゃる方もいて、まあ、朝一積もれなかった方が、まあ、ゾーン狙い天井狙いで期待値を追っているという方もたくさんいらっしゃいますので、なかなかこれから大期待値の台というのは拾いにくいんじゃないかなと思うので、まあ、こういった安い台でもまあ積極的に打っていこうかなと思います。653ゲームですね。チャンスでから殲滅モードです。バッチリのバトル、あー、ここでチャンスリー赤文字ですね。追加投してるんで相当25本で全滅モードから上がったそうです。よし、まあ、一応もう少し余れば一応恩恵は天井の恩恵は得られたんですけど、まあまあまあそんな強くもないんで、バラガニバーストいきます。バラガニのバラガニはマジュラですね。あと1つですけど残りゲーム数1ゲームすごい崩壊しました。勝手に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 。はい、この台は5ゲームでやめて他に打てる台探していきたいと思います。はい、この黄門ちゃまカツなんですけども、現在142ゲームインロー箱ポイントが188ポイント溜まっている台なんですけども、まあ、本当言うと200ポイント以上は欲しいところなんですけれども、まあ、そうは言ってられない状況なので、この台をインロー箱ポイント狙いで打っていきたいと思います。
どうでございます、311ポイントですね。345ゲーム1等バックポイントが溜まったのでミドルレプリス行くでございます。マーグマいった、マーグマでいいです。締めろ、もしもし、ミトルです。どれだけ長電話できるか。もしもし、ジャマ、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。乗らぬなら、乗るまで待とう。とりあえず、まず100超えてほしいですね。あ、レアヤップ100です。ゲームは乗せなんでトータル120ゲームスタートです。ダウンしました。これはもらったでしょう。あれ、はい、さあ、3つ目からですね。ドライブできました。どうチャンスです。ジョブを回すのじゃ。こいつを表挑戦でいきます。今回は上乗せで二次元ですね。はい、どうしたら、あー、バイチャンス、バイチャンス来ました。今ですか、失敗すると、はい、二次元でした。激アツいただきました。まあ、これ3つ目からの煽りなんで、3つ目から当てる。やはり自転車は強くないんですけれども、激アツ出てるんでね。
発戦きました。まあ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 、はい、溜まるんで、溜まるまでしま、多分潜伏分で溜まると思うんですけど、あ、溜まりませんでしたね。はい、この台はここでやめて他に出台探していきたいと思います。はい、このマイジャグラー2なんですけども、現在3750ゲーム、ビッグ19のレギュラー9という台なんですけども、これ前日が4596ゲーム、ビッグ18のレギュラー28と、で合算が99分の1で、レギュラー確率に関してもかなり設定6の数値をぶっちぎっている台で、まあ、ホール全体が、高設定の据え置き挙動が目立つ中で、まあ、この台前日と合わせると、ビッグ37、レギュラー37で合算が112分の1と、まあ、かなり良好なので、まあ、十分据え置きの可能性あるんじゃないかなと思うので、今回は設定狙いで打っていきたいと思います。あー、ペカりました。ちょっとしまいましたけど、171ゲームですね。すぐでした。持ちコインでレギュラーボーナスです。単独ですね。分かりました。207ゲームです。単独のビッグボーナスですね。先ペカですね。87ゲームです。ペリー重複のビッグボーナスです。現在この台が4353回転まで回して、合算が140分の1で、昨日と合わせると合算が116分の1と、まあ、まだ6以上なんですけども、まあ、これ以上レギュラー確率が落ちてくると、まあ一番上ではないのかもしれないという可能性も出てくるんで、まあまりにもレギュラーが落ちるようであれば、まあ見切りを考えていきたいと思います。分かりました。480ゲームです。
単独のレギュラーボーナスです。まあ今でビッグレギュラーの比率が1対1で合算がまあ120分の1ぐらいなんで、まあまだ据え置きと仮定して打ってるんで、もう少し追い気にして打っていきます。当たりました。194ゲーム単独ですね。ビッグボーナスです。追加投資してるんで総投資29本です。296ゲームです。単独のビッグボーナスです。サッキービカーリです。227ゲームで単独のビッグボーナスです。さあ、ペガりました。19ゲームですね。ボーナスです。今当日で5400ゲーム合わせて、前日と合わせるとちょうど1万ゲームというところなんですけども、ビッグが43のレギュラーが39と、合算にしたらまだ122分の1なんで、開かない設定6付近の設定6寄りではあるんですけれども、まあ、若干やはりレギュラー確率が落ちてきて、まあ、それでも5と6の間ではあるんですけども、まあ、ブドウ確率もサンプルは少ないながらよくろしくはないので、まあ、最高設定ではないのかもしれないですね。さっきペガです。359ゲームですね。単独のビッグボーナスです。単独のビッグボーナスですね。ビッグボーナスです。単独のレギュラーボーナスです。単独のビッグボーナスです。単独のビッグボーナスです。単独のレギュラーボーナスです。単独のレギュラーです。レギュラーボーナスです。これでレギュラー3連続ですね。まあ、当日と前日回転数合わせて総回転数が約1万1000回転近くいってるんですけど、ビッグ49でレギュラー43と、で合算が再び120分の1切ってきましたね。6以上になってきました。まあ、この台ここまで打ってきて、まあさすがにもう5は6、ほぼほぼ間違いないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、出玉がそこまで伸びていないので、まあ、逆転できるかどうか残り時間次第になってきますね。分かりました。135ゲームですね。単独のビッグボーナスです。
まあ自分の投資が1650枚に対して持ちメダルがまあ1000枚弱ぐらいなんで、まああと500枚ぐらい、まあ、もう少しでまくれるんで、まあ、じわじわですけど増えてはきているんで、まあ、最後まで信じて行っていきたいと思います。やりました、115レムです。単独のレギュラーボーナスです。チェリー超フグデブがありました。17ゲームですね。レギュラーボーナスです。残り時間があと50分ないくらいで今200ゲームハマり、さすがにちょっと焦ってきますね。来ました、293ゲームサキペガです。単独のピンクボーナスです。チェリー重複でペカりました。45ゲームです。よし、ビッグボーナス。わー、早い、先ペカです。20ゲームです。よーし、ビッグボーナス、単独です。これはもしかしたらまくってるかもしれないです。はい、まあ、ビッグボーナス終了したところなんですけども、まあ、おそらく投資分以上は回収できたんじゃないかなと思います。でこの台が前日と合わせると11449ゲーム回してビッグ53のレギュラー45と、で合算確率が118分の1なので、まあ、設定6以上の数値ではあるんですけれども、まあ、レギュラー確率そして子役確率から見ると、まあ、設定6ではなく5の方が強いんじゃないかなと思います。でもう残り時間が、30分を切っていますので、まあ、ようやく閉店時間ギリギリにまくることができましたので、今日はここで実戦終了して出玉流してしまいたいと思います。ありがとうございます。回収が1872枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけども、朝一からゾーン狙い、天井狙い、そして高設定狙いの2つを意識しながら立ち回り、最終的に、まあ、当日のデータこそ強くはなかったマイジャグラー2なんですけども、ホール全体的に見てますとジャグラーシリーズを中心に高設定の末挙動が目立ちましたので、まずこの台もあるんじゃないかなと思って打ってみた結果、案の定やはり設定6ではなかったとは思うんですけども、高設定とおぼしき、マイジャグラー2にたどり着くことができました。本日の結果ですが、投資が1650枚、回収が1872枚、差枚がプラスの222枚でした。本日勝つことができましたので、次回以降もしっかりと立ち回って連勝を目指して頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。